はい、高橋丈太郎でございます。はい、この記事がですね、これは何です、別冊宝島って書いてありますね。別冊宝島だからこれ大丈夫かな。まあまあまあやんない方がいいなやんない方がいい。これをサムネイルにしようかと思ったんですけど、ちょっと怖いのでやめときます。はい、でシャープ神戸、シャープ岡山、シャープ大阪、シャープ広島って書いてあるので、ここをちょっとコピーしましてですね、戦後日本の闇を動かした在日人脈っていう書いてあります。それでこんなにもうこのね、このもうこれは誰でしょうか、これは誰でしょうかっていうことで、裏のネットワークに群がった日本人たちって書いてありますね。この名前も出てますね。フィクサーと。二大在日フィクサーって書いてありますね。はい。ということで、こちらの記事をですね、書いておきますので、それから前の真実の扉チャンネルさんのですね、真実の扉チャンネルさんの、私が話したやつも、ちょっと探して書いておきます。はい。ちょっと時間かかるかもしれませんね。ありがとうございます。はい、失礼します。